北勝港は長崎県津島市上津島町にある地方港湾。高速法適用港湾であり、県駅港の指定を受けている。津島島の最北部に近い西泊湾全体を港行きとする。水深20メートル近くあり、天然の良港であるが、明治初めまではほとんど開発されていなかった。1九百七年にノルウェー式の捕鯨基地が建設されてから、 朝鮮海峡海域における捕鯨の重要な基地として急速に発展した。戦前には下関港と朝鮮半島の不山港を結ぶ連絡船が寄港し、津島沿岸各地を結ぶ航路との結節点として栄えた。現在も商港及び漁港として対馬島北部の中枢的な役割を担っている。また国際航路がある朝鮮海峡に面している。 地理的条件から GPS が普及するまで長くオメガ、ロランデッカ局が置かれていた。2015年度の発着数は13,775席、内外国商船936席、利用客数は294,125人、内国際航路281,576人で、ある。一帯は2018年8月4日に、港オアシスに登録していて、 北勝港国際ターミナルを代表施設とする港は出島北勝として観光拠点ともなっている。国内ターミナル国際ターミナルかつての国際ターミナル。ありがとうございます。